聖書を拝読いたします。ミンスキ6章22節から27節までです。ミンスキ6の22から27までです。ついで主はモーセに告げて仰せられたアロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。アーメン。シャローム聖歌隊の賛美と西オーケストラの演奏があります。愛する同会女先生の代わりに27教区長イージーヨン伝道師が答えと祝福を与えることを望んでおられる神様というメッセージを取り次ぎます。シャローム聖歌隊の賛美と西オーケストラの演奏ありがとうございました。天上の声声員教団の恵みあふれる賛美ありがとうございました。愛する生徒の皆さん、祝福の年、多くの答えと祝福をいただいているでしょう。私の教区の方々もあれこれと答えをいただいて証が続いています。約20年前貸して返してもらえなかった数千万ウォンのお金を諦めていたのに、向こうから連絡が来て返してもらったり、退社して数ヶ月経った会社から電話があって、支給できなかった給料があるから受け取るようにと言われ、数百万を送ってくれたり、原因が知らなかった胸の痛みで苦しんでいた生徒さんが信仰によって電話自動応答同会女先生の祈りを受けて、痛みがなくなって癒されたと幸せな告白をしました。今朝も証を聞きましたが、50年間病んでいた病気がありましたが、その方はしょっちゅうびっくりする病気がありました。あっと声を出しながら驚く症状がありましたが、その方は娘さんと一緒にダニエル哲学教会に参加して、今はそのような症状がなくなったそうです。また数十年間先祖を祀らなければならなかった女性生徒が、これからは祀らないと宣言したのに、迫害どころか長い間教会に来なかった息子さんが教会に来始めました。また生徒訪問大会の時参加した生徒さんはいろいろな祝福をいただきました。このような証だけでなく、何よりも罪の隔ての壁があることを悟るようにされ、またそれを壊していく霊的な祝福をいただく生徒さんもたくさんいました。今日は同会女先生が2009年に説教された答えと祝福の神様というメッセージを伝えようと思います。メッセージに入る前に私が経験した霊的なエピソードを一つご紹介します。血のしもべになったばかりのダニエル祈祷会の時間でした。祈祷院長先生が真珠門くぐり都にこの賛美を歌われて恵みを受けていました。何者でもない私を信じて愛してくださった神様の愛に感謝して賛美を捧げていました。ところが一瞬私の体がスッと引き込まれてどこかに飛んで入りました。神様が幻を見せてくださったのです。遠くから見えていた白く輝く家にだんだん近づいていきました。すぐ前まで行ってみると、家を構成している壁の材質が見えたのですが、それがとても透き通っていました。それで中が見えそうだったのです。中が見たくて壁のすぐ前まで顔を突き込んでいましたが、全然見えなかったのです。同会女先生が天国を説明してくださるとき、天国の家は中からは外が見えるが外からは中が見えないと言われましたが、その瞬間は思い出さなかったのです。おかしいな、こんなに透き通っているのになぜ見えないのかなと、しばらくあちこちを見ていて、またスーッと戻ってきました。そうしながら見下ろすと家がまだ完成していなかったのです。自分の家ではないかなと、このような気
がしました。もっとたくさん見られなかったことが心残りです。以前霊の分離の時、牧者の祈りを受けて一転層に行ってこられた長老さんが、天国の家の取っ手の材質が不思議でしばらく見ていて戻ってきたと言われた時、惜しいな、もっと見てこられたらよかったのにと思いましたが、自分が経験してみるとそれが十分理解できました。もちろん牧者の祈りを受けて霊の分離をしていて来られたことと、私が幻で見たことの次元は違います。もう一度は祈祷委員長先生が告白2の賛美をしておられる時でした。一瞬パッと見せてくださったものがありました。風鈴を見せてくださいました。あの画面に出ています。窓際は軒先に吊り下げる小さい鈴ですが、風が吹けば舌が揺れてチリンチリンと音がします。私が見た風鈴は輝く宝石で作られていて、風が吹くからではなくて、それ自体から美しい音がして美しい光も放つのでした。天国の家を想像するとき、きれいな花瓶やティーカップ、宝石で作った楽器のようなものは想像したことはありますが、風鈴を想像してみたことはなかったのです。これを思ってみました。天国では私が想像できない想像以上のとても美しいものが全部あるんだろうと、それでもっと慕うようになりました。たびたび体験できる幻ではありませんが、その頃数回天国を感じさせてくださって、今でも時々思い出して励まされています。ところがこの前その場面を思い出してみて、ふと私がその頃霊の目が開かれるようにしてくださいとか、そのようなことを願わなかったことが突然思い浮かびました。準備が十分できなかった状態で主のしもべの働きを始めたと思っていた私は、急いで願うべきことがあまりにも多かったです。牧者の祈りを受けたハンカチで力の技を行うことなど、ですから霊の目が開かれるように願う祈りまでする余力がありませんでした。しかし神様が私が願ったことをくださったのが感じられたのです。ヤコブ 4-2 に、あなた方のものにならないのはあなた方が願わらないからですとあるように、願ってこそいただけるのです。神様は良いものをあふれるばかりに与えてくださるように望んでおられます。それを皆さんに伝えたいと思いました。エペソ 3-22、 私たちの願うところ、思うところすべてを超えて豊かに施すことでことのできる方とあるように、神様は私が願った通りに答えてくださるだろうと思いました。私が願ったこと、言葉の恵みや、また祈りの力、また神の力を行うこと、このすべてが今は見えなくても、今は神様が答えをくださるための過程なんだと思いました。今日伝えるメッセージは、2009年道外女先生が答えと祝福の神様というタイトルで伝えてくださったものです。3時間かけて伝えてくださったメッセージです。この本文もそうですし、このタイトルもそうですが、愛の神様が皆さんに多くの祝福を与えようと思われることが感じられるでしょう。私がこのメッセージをもう一度考えてみると、このメッセージはほとんどが罪について指摘する内容でした。これを伝えた2009年は2010年の悔い改めの出来事がある前の年でした。政党の全体的な霊的状態が、神様との隔ての壁がかなり詰まれていた時でした。その当時、私もこのようなメッセージを聞きながら重く感じられて、また
縮こまった覚えがあります。しかし8年という歳月が流れる間、悔い改めの機会を得たし、牧者が講義を満たしてくださった7年という特別な恵みの時間が過ぎてから、この内容を顧みると、指摘して進めて悔い改めなさいというメッセージが神様の愛の御言葉であったことが悟れました。羊の群れが祝福されることを切に望んでおられる牧者の濃い愛のメッセージだったのです。イザヤ59:1-2に、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくだされないようにしたのだとあるので、その壁を壊すように根本の問題について教えてくださいました。神様が祝福と答えを与えることを望んでおられるのに、私たちが答えをいただけない例の状態だったので、答えられるためにその壁を壊すように導いてくださったのです。それで牧者の答えと祝福の神様というメッセージを、父の愛の心にフォーカスを合わせて、答えと祝福を与えることを望んでおられる神様というタイトルで今日伝えたいと思います。今日の本文のように、神様は私たちを祝福し守ることを望んでおられ、御顔を照らして恵みを施すことを、そして平安を与えることを望んでおられます。このような父の愛を信じてメッセージを聞かれますように。また一方では、9年前のメッセージを今もう一度考えてみるとき、自分はこれまでどれほどその恵みにふさわしい身を結んだのか顧みる時間になりますように。まず本論に入ります。答えと祝福をいただくための先決条件である根本の問題について言われました。人々は病気、物質など人生の問題を抱えて生きています。このような問題にはそれぞれの霊的な原因があります。また特にある問題ではなくても、心の願いに応えていただけなかったり祝福されない場合もそれぞれの原因があります。その中で最も直接な原因、すなわち根になっている原因を根本の問題だと言われました。根本の問題と原因を解決すれば、問題の糸口がほぐれて答えが望むようになります。答えをいただけない理由、問題が解決されない根本の原因は何でしょうか。一言で言えば、それは神様を愛さない心です。神様を愛さない心です。救いの恩寵をいただいた神の子供でありながらも、神様を愛さないので、日々の暮らしに困難がやってくるのです。ヨハネ 14:15 に、もしあなた方は私を愛するなら、あなた方は私を戒めを守るはずですとあるように、神様を愛するなら、その戒めも守るようになっています。一方、神様を愛さない人は戒めを守りません。罪を犯して聞き従わないから祝福をいただけないのです。罪を犯すと敵である悪魔サタンが訴えて、さまざまな災いをもたらします。この罪は神様との間に壁になって、交わりを断絶させるので、いくら神様の前で祈っても答えが来ないのです。それで根本の問題を解決するためには、まず隔ての壁を壊さなければなりません。ところで、この壁は高くて厚い壁があるかと思えば、割合低くて薄い壁もあります。それで2つで調べることができます。第一は、重い罪によって高くて厚い壁ができた場合です。ほとんどの罪は心から悔い改めて立ち返るなら、神様は許して、その罪も覚えてもおられません。しかし、神様に立ち向かったり、身怒りを引き起こしたような大きい罪は簡単に許されません。それで決して犯してはならないと聖書に記されています。ガラディア5章の死に至る肉の行い、ヘブル6章の死をもう一度十字架にかける罪、ヘブル10章の真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けること、マタイ12章の聖霊を冒涜、けがし、逆らう罪などが代表的なものです。死に至る肉の行いを犯せば、神の国を相続することができないとあります。すなわち、不信仰、けがれ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、遠悪心、分裂、分派、妬み、酩酊、
有効、そういった類のものです。聖霊を冒涜、怪我し逆らう罪は永遠に許されないとあるし、真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続ける場合も永遠の地獄の火の裁きを受けるとあり、主をもう一度十字架につける大きい罪なので、このような罪を犯せば悔い改めの霊が望みません。ですから救われることは優しくないのです。このような罪によって2010年以前は罪の壁も厚かったし、また時間が経っていたので悔い改めて立ち返ろうと努力しても簡単にできませんでした。悔い改めたつもりでも心がすっきりしなかったし、いつも惨めでもどかしい心で苦しまなければならなかったのです。心から悔い改められなかったからです。ところで、このように許されない大きい罪を犯してその壁が壊せなかった私たちのために、神様は特別な恵みをくださいました。牧者が2010年私たちのために悔い改めの祈りを捧げて、それで神様は私たちに悔い改めの恵みをくださいました。しかし私たちが受けるべき罰を牧者が代わりに受けなければなりませんでした。牧者の愛によって悔い改めの機会を得たのですから、誠の悔い改めをしなければなりません。悔い改めて同じ罪をまた犯すなら、それは誠の悔い改めではないでしょう。同じ罪を犯すなら誠の悔い改めになったのでしょうか。そうではないでしょう。罪を犯してはいないのですが、心の中でまだ悔い改めていない場合があります。深い心をご覧になる神様の前でまだ悔い改めていない場合です。誠の悔い改めには証拠が伴います。心を砕いて罪を告白することが心からの悔い改めの証拠です。神からの悔い改めには心を砕いて罪を告白することが伴います。神様に立ち向かって身怒りを引き下ろしたのに、あまり感覚がなくて罪を捨てようとする心もないなら、このような心が全ての問題の原因、根本の問題になるのです。悔い改めの恵みは根本の問題を悟るために努力する人に望みます。神様は夢の中でまた祈りやメッセージを聞いているうちに悟らせてくださいます。金曜日や二分の時、ジョン・ニラ先生が新しいエルサレムを切に慕って祈る時、自分が捨てるべき三つを教えてくださったと言われたように、祈るうちに神様が悟れるようにしてくださったりもします。周りの環境を通しても教えてくださり、その罪がどれほど神様の身怒りを引き起こしてお心を痛めたのかも悟れます。知らなくて悔い改められなかった罪、また悔い改めの霊が望めなくて悔い改めなかったことまで神様が悟らせてくださいます。これを悟れば直ちに徹底的に悔い改めなければならないのです。人類は神様が忌み嫌うべき罪を犯しながらも良心の呵責も感じていません。しかし神様は私たちに愛を与えてくださっています。講義の中で恵みを与えてくださいました。それは聖霊様です。聖霊様によって私たちは罪を捨てるようになりました。特に万民には公義を超える愛を与えてくださっています。聖霊様は私たちを助けてくださり、慈しみと憐れみの神様を知るようにされ、神様の愛を悟って罪を脱ぎ捨て光の中を歩むように励ましてくださいます。ですから心から悔い改めようと立ち返ろうとする人には、神様を恐れて、また目の前の問題を急いで悔い改めるのではなくて、なぜ神様の愛を知らないで罪を犯しただろうか、牧者の愛を後にして罪を犯しただろうかという根本の心を立ち返らなければなりません。父なる神様との愛の関係が回復すれば、全てに答えをくださいます。一度で解決される方もいますが、心を変えさせていくほど、
答えてくださる場合もあります。神様はまた牧者は根本の心を変えていくことを勧めてくださいました。さらに牧者が抗議を満たしてくださったので、いくら厚くて高い壁であっても壊れるのです。このような恵みは私たちには特別です。根本の問題第2は、神様を愛する心が欠けている壁ができた場欠けていて壁ができた場合です。これは神様を悲しませて壁ができた場合です。大きい罪を犯したのではなくても、神様の心をもどかしく悲しませたなら祝福が望みません。神様に喜ばれてこそ答えと祝福が望みます。神様に喜ばれるためには、神様を愛するという証拠を見せなければなりません。その証拠はこのように聖書に記されています。第一ヨハネ5の3に、神を愛するとは神の命令を守ることですとあるように、神様の命令を守ることで神様を愛するという証拠を見せなければなりません。私はこの聖句を一番好きですが、万民教会に来る前、他の教会で信仰生活をしていた時、そこの牧師先生がいつもこう言いました。神様を、主を愛しましょう。でも愛する方法は教えてくださらなかったのです。それで、どうしたら本当に愛せるのだろうかと悩みました。ところが、この万民教会に来て牧者のメッセージを聞きました。皆さん、誰かを愛するなら、その人が願うことをしてあげたいのではありませんか。好きな人が、長い髪が好きなら髪を伸ばすでしょう。そうしながら、指導院長先生と寒い冬、南山でデートしたとき、長い時間一緒に上り下りしながらも寒いのを知らなかったと言われました。そうです。私たちが神様を愛するなら、その命令を守ることをいやいやしながら守ることはないでしょう。ですから、しなさい、してはならない、捨てなさい、守りなさいと言われた御言葉を聞き従うようになるのです。しかし、救いの恩寵をいただいて神の子供になったのに、相変わらず自分勝手に生きることを固執して聞き従わないなら、このようなことが積まれて壁になるのです。この壁はまるで雲がかかって晴れた空が見えない状態、または細い雲の糸がもつれている様子と同じです。神様を愛するという証拠がないし、神様を悲しませたことが積まれて、神様との間を隔てるので、いくら祈っても立ち上らないし、神様も答えることがおできにならないのです。これまでの信仰を振り返りながら、このようなことを悔い改めて壁を壊さなければなりません。戒めを守りなさいとは、ロボットのように行いだけ従うことではありません。心から悟って、自ら行うことを望んでおられます。最初から神様の心と思いを全部悟れるのではありませんが、熱心に戒めを守っていけば、結局心から湧き上がって行えるようになります。例えば、許しなさいという御言葉を行おうとしますが、最初は自分を憎んで苦しめる人を許すことがあまりできません。しかし、御言葉に頼って努力します。指導院長先生がそうなさったように、憎い人にかえってプレゼントを買ってあげて、さらに使えようとします。そうしながら、相手の立場から理解して愛そうと努力します。そのように続けてみると、心からその人のために愛を持って祈るようになります。しかし、許せないし嫌な気持ちがあるのに、プレゼントを買って笑ってあげるのは偽りではないでしょうかと言って行おうとしません。そして、その憎しみを持っている自分を認めることが嫌で、出くわさないために避けたり、一緒に働く状況を作ろうとしません。そして、自分を心を変えさせようとするのではなくて、相手のせい、環境のせいにします。そうすると、その信仰はその場所にいるだけで、その憎しみによる
試練、憎しみによって試練がやってくるのです。ですから憎しみの心が発見されたら、その悪が捨てられる絶好の機会だと思って善を行っていかなければなりません。ずっと続けて祈るなら、心から善を行えるような祈りができます。この前私はマンションでエレベーターに乗りました。そこにいた世の人々が私をじろりと見るのです。なんでかなと思いましたが、自分を見るとピンクのコートにピンクのマフラー、ピンクのバッグ、ピンクの携帯を持っていたのです。見えなかったのですが、バッグの中にはピンクの魔法瓶もありました。私もそれを見て笑いが出ました。いい年の女の人が全部ピンクのものを持っているから、世の人々はほとんどの服が黒いでしょう。そうだったので目立つしかなかったのです。私がこんなにピンクが好きになった理由があります。もともとはブルーがとても好きでした。なぜこんな先入見ができたのか分かりませんが、ピンクがすっきりしていないと感じました。ところがうちの教会に来てから変わりました。最初牧者の清めのメッセージを聞いて惚れてしまって、先生に似せられたいと思いました。それでこのように祈りを捧げました。父よ、先生が好きなものを好きになるように、先生が嫌われるものが嫌いになるようにしてくださいと数年間 4,5 年間祈りました。そのようにすると目に見えるものを似せられていきたかったのです。それで以前道会所先生がピンクがお好きだと聞きました。先生が一番好きなのかはよく分かりませんが、その当時は先生がピンクが好きだという人々がいました。私はピンクがあまり好きではなかったので、ピンクが好きになるようにしようと思いました。それで何か色を選ばなければならないときはなるべくピンクを選ぼうとしました。自分の目にはブルーがもっと綺麗に見えてもわざとピンクを選んだりしました。そうしてみるといつの間にか本当にピンクがもっと綺麗に見え始めました。そうなので、今はピンクを選ぶ方が多くなったのです。ブルーとピンクを選ぶのが真理と真理でないものとはちょっと関係はないでしょう、ないのですが、心から湧き上がるそのような感じについて皆さんに伝えているのです。真理と真理でないもののうち選ばなければならないとき、迷わず真理を選ぶには、自分は本当に真理が好きな人にならなくてはと思って皆さんにこのように伝えているのです。最初から神様の心と思いを全部悟れるのではありませんが、命令を熱心に守っていくなら、だんだん神様の御心が悟れて神様の愛が感じられるので、神様を誠に愛するようになります。このように行っていくなら、結局心から命令を完全に守れるようになるので、神様は私たちを神様を第一に愛する子供だと認めてくださるのです。神様をこのように 100% 愛する人は、第一ヨハネ 3-21 から22に、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです、とあるように、何でも求める通りに応えられます。だからといってまだ初心の人がまだ自分は命令を全部守れないのにと心配する必要はありません。おのおのの信仰の計りに応じて測定の基準が違うので、まだ心から御心を守るのではなくても、全ての命令を守れなくても守ろうと努力することだけでも神様に喜ばれるのです。しかし信仰があるという人が、恵みの体験をした人々が神様を誠に愛する証拠がないなら、神様を悲しませることになるのです。壁を積むようになって答えをいただけないのです。先生はこのように根本の問題の2つを説明して、根本の問題を発見するように3つの質問をされました。
質問を通してもう一度私たちの心を探ってみましょう。一番目の質問です。皆さんは人を殺しているのではありませんか？最近代理会を通して정구영先生が実会の説教を伝えてくださいながら、殺してはならないという御言葉の誠の意味を教えてくださいましたが、その中で兄弟を憎む者について教えてくださいました。第一ヨハネ 3-15 に、兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのですとある通り、兄弟を憎むことが霊的な人殺しです。この憎しみについてだけ考えてみても、私たちが神様を愛する証拠があるのか悟れると言われました。神の子供が世の人と違う点は、隣人を自分自身のように愛するという点です。世の人もクリスチャンはこのように愛が多いだろうと期待します。愛がない姿を見ると、あの人たちも変わらないんだとがっかりします。ですから神様を誠に信じて愛するなら、愛する人に変わらなければなりません。相変わらず誰かを憎んで、理解しないで、許せないなら、神様のお心がどれほど痛まれるのか考えてみなければなりません。またこのように人殺しの心、誰かを憎む心があるなら、すべてのことに自分でどれほど苦しいでしょうか。自分自身を徹底的に顧みなければなりません。説教を聞きながら、あれは誰々の話で私のことではないと思わないで、自分への御言葉として受け入れなければなりません。このぐらいは大丈夫だろうと聞き流してはいけないと言われました。誰かに気を少しでも悪くするなら、憎しみがあるということを認めなければなりません。その後は、自分がなぜこのように憎む人になったのか悟るために祈らなければなりません。私が傷ついたのか、その後何でもないことで傷ついて虚しくなって、また相手を憎む心になったのかを祈りながら悟ってみなければなりません。誰かを憎めば、自分がどれほど苦しいのに、なぜこの感情を育ててきたのだろうかと、これを捨てようと決断すればいいと言われました。このように決断して祈り求めていけば、神様は恵みをくださって、私のような人をどんなに愛してくださったのに、それなのに私が誰かを憎めるだろうかと心に感動くださるのです。旧正月の時も、牧者は憎しみを捨てる過程をお話ししてくださいました。聖書を読みながら、敵をも愛しなさいと言われた父の御心を知るようになったが、まだ心に憎しみが残っていることを知って、それを解決するために、それを解決するためにどれほど切に祈りで使ったのか証ししてくださいました。神様の前に切に姿った時、相手の立場で理解するように悟らせてくださるので、わずかの憎しみさえも完全に捨てられたと証ししてくださいました。とても小さい憎しみの痕跡さえも、父の前で申し訳なくて悲しみながら捨てたいと願われたので、父が悟らせて捨てるように導いてくださったのです。この家庭の憎しみは、人だからいいだろうと思ったり、まだ私は御霊の人でもないし、この程度の憎しみは後で捨てようと言い訳をしてはいけません。このように憎しみを捨てるのを後押しすると、5年後も10年後も相変わらず憎しみを捨てられない人もいます。父は根本の問題を悟って、捨てたいと切に願う人々に問題が解決できる恵みをくださるのです。人を殺す心だけで捨てても多くの壁が壊されるので、憎しみから出てきた妬み、そねみ、裁いて罪に定めること、争いで積まれていた壁が壊されます。太い根を引き抜くと、それについている細い根も一緒に抜くのと同じです。愛する人を殺す心がなくなると、平和を作る人、使える人になるので、神様に喜ばれる人になるし、すると答えをいただけなかった祈祷課題をいただくようになるのです。根本の問題を発見できる2番目の質問です。
異性を見るとき、会員の心、情欲が起きるのではないでしょうか。出エジプト20の14に会員してはならないと、実会のうち7番目の戒めも、大礼拝を通して解き明かしてくださっています。第一テサロニケ4の3から5に、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避けとある通り、神様は子供たちに清くなることを繰り返し強調しておられます。会員不貧困などを全て捨てて聖なる神の子供になることを望んでおられます。会員を行いとして表さなくても心に抱くことさえ嫌われます。マタイ5の28に、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのですとあります。主を受け入れたばかりで御言葉通りに生きようと努力する初心の者はまだこのような心があっても、これから一つ一つ捨てていけばよいのです。しかし神の子供、御言葉を聞いて知っている方がこのような心を抱くことはふさわしくありません。務め使命もあるのに情欲の心を捨てない場合を言われているのです。世では行いとして犯す会員については、そうすることも大丈夫だろうと思ったりしますが、精神的に思うこの会員について判決を受けたことがあります。10年前のことですが、アメリカの有名な野球選手が自分の妻ではなく相手の有名のポップ歌手だったんですが、その方と手紙を取り上げたことがあります。その方は私の愛人ですという手紙を見て、結局離婚されて慰謝料を払って結婚生活を終えました。このように情欲の心を捨てない場合を神様は会員だと言われています。私たちの目に見えて耳に聞こえる世の文化が情欲的で太平的なので、誘惑の要素も多いです。しかし私たちは神様の子供として世に打ち勝って区別されるべきなのに、そうできず生きているのではありませんか。心に浮かぶ死に出ない思いまで捨てていかなければなりません。情欲を制することができなくて、神の御心に逆らって愛する妻夫と結んだ約束や信義を裏切るなら、どれほどもどかしいでしょうか。生きていきながら真理を基準としないで、その情欲を制することができなく、結局世でも非難されて、これまで築いてきた業績を台無しにすることが見られます。心に情欲がないと、自分との戦いがないから心が安らかで、神様に対して申し訳ないこともないし、いつも大胆に祈ることができます。独身の人も花婿なる主の前に花嫁として立つまで、身と心を清く守るなら、神様が私たちを天国でもこの地上でも確かに高く上げてくださいます。ですから願意、情欲の心があるなら、完全に引き抜くまで火のように祈らなければなりません。ところがどんな罪でも、その罪が心から嫌になってこそ捨てることができます。真理を聞いて知って心が刺されるだけでは捨てにくいのです。会員や情欲の心がどれほど醜くて汚いのかを悟れて、それが自分にあるのが嫌になるまで火のように祈って、聖霊に満たされて捨てていかなければならないと言われました。祈りに参加して座っているだけで、少しだけ祈るだけで捨てられるのではなく、火のように祈って聖霊のバプテスマを受けて聖霊に満たされてこそ、私たちの心に深くある罪の属性を捨てることができるのです。もし成長過程で性について歪曲された思いや知識が入力されているなら、誤った価値観やライフスタイルのゆえ罪を罪だと思わなくなります。ですから、このぐらいは大丈夫だろうと思う自分の基準を捨てなければなりません。ただ真理の物差しで全てを測ればよいのです。例えば男女2人で車に乗ってはならないと道会長先生が言われました。しかし世ではそうしないでしょう、妥協するのです。自分の基準になるのです。私たちは何の感情もないから、このぐらいは
もういいだろうと思ったことが結局どれほど多くの肉の行いを起こしているのでしょうか。だから自分の基準を捨てて真理の物差しで牧者の教えが物差しにならなければなりません。自分は会員の心がないと思う人も心を徹底的に分析してみれば自分でも知らないうちに深く根を下ろしている場合があります。例えば同性より異性の友達の方が気楽ならばその心をチェックしてみなさいと言われました。異性に対する時と同性に対する時の行い表情が違う場合、こんな姿すべてが情欲から始まるということではありませんが、自分でも知らないうちに世の文化に染まって異性が好きな心が当たり前のように思ったり警戒もしない場合もあるのです。はい、神様を愛する子供なので神様が嫌われる罪を捨てなければなりません。結局神様が嫌われる罪をずっと持っている心、捨てるのを嫌がる心がまさに根本の問題なのです。神様が嫌われる心をずっと持っている心、これが根本の問題です。根本の問題をチェックできる3番目の質問です。盗む心があるのではないでしょうか。盗む心とは他人のものを羨ましがる心なのです。自分が苦労しないで手に入れようとする欲がある心です。私は少しだけ苦労してたくさん手に入れようとする心も盗む心です。私は盗む心がないと確信しれ人も心をもう一度チェックしてみるようにと言われました。信仰の兄弟の間でお金の取引をしないことが神の御心です。開拓の時から牧師は教えてくださいました。にもかかわらず聞き従わないで経済的にこんなに会う人たちもいます。箴言11の15に他国人の保守人となる者は苦しみを受けとあるように御言葉に従わないので苦しみを自ら招くのです。保証するだけでなく事業する場合もその利益だけ言ってそれがよくできなかったそのダメージについては言わないのです。ですからこのような心で盗む心があるのです。また事業する場合祝福されるには必ず制度を歩まなければならないのに法を犯して不正を行えばどうして神様に祝福を求めることができるでしょうか。あれこれの理由で自分を合理化したりもします。多くの利益を上げて教会に力になろうと思って制度から外れるようになったという方々もいます。しかし結局深い心を探ってみれば自分を表そうとする心、よくこのような心が働くので聞き従わないのです。誠に神様を愛するならばまず御言葉に聞き従うはずです。盗む心をチェックするためには日常生活で起きる些細なことでも見過ごしてはいけません。ボールペン1本、紙1枚、小さいものでも勝手に他人のものを使うと良心の呵責を感じなければなりません。何の感覚もないなら、それ自体がまさに盗む心だと言われました。特に神様のものをむやみに取る心は、神様のものを盗む心であると必ず覚えておくようにと言われました。わざと取ろうとするのではなくむやみに使うことが神様のものを盗む心なのです。些細なことでもこのようなことが心があるなら他人に被害を与えても自分の利益を大事にするので道理を従わないで大きな罪を犯すことになります。このような心の根を見つけて残さず引き抜かなければなりません。するといくら物質的に苦しい環境に置かれても決して不正を行いません。真心と信頼を見つけにくいこの時、神様は全てを信じて任せられる良い管理者にならなければなりません。結論です。答えと祝福を与えようとする神様はまず隔ての壁を壊すために
2つの場合を教えてくださいました。その中に3つの質問を通して私たちの根本の問題を探ってみるようにしてくださいました。人を殺しているのではないか、会員の心情欲が起きているのではないか、盗む心があるのではないか、この3つの質問をしながら根本の問題を解決していく一人の例えを挙げてくださいました。南ユダの16代王ヨシアは大々的な宗教改革を行いました。民の中ではびこっていた偶像礼拝を徹底的に禁じて、神様の前に忌み嫌うものを取り除きました。また杉越生贄を捧げるようにしました。このように具体的で断固たる宗教改革を行ったきっかけは、長い間埋もれていた律法の書を見つけたことでした。聖殿で律法の書を見つけたのです。そこにはイスラエルの旅が律法の書に記された内容を行わなかったので、主が憤りが燃え上がったことを悟って、律法の書を基づいて神様に従わなかったことを正しに神様に立ち返らせました。それで神様はヨシア王を高くしてくださり、ユダを滅びないように守ってくださいました。ヨシア王は神の御心を知ってすぐ聞き従ったし、それによって答えと祝福をいただいたのです。一方、神の御心を知っていても聞き従わない人々にその報いが望みます。エスケルはイスラエルに悔い改めなさいと叫びました。しかしエスケルの前に民たちが出てきて、神の心は何か聞こうとします。エゼキエル33の30以後に、彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。あなたは彼にとっては音楽に合わせて美しく歌われるこういう歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかしあの言葉を起こり、もし来ている、彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろうとあります。預言者がいくら悔い改めなさいと叫んでも聞き流してしまったので、預言された呪いが結局イスラエルに臨みます。私たちはどれほど神の御心を明らかにしているでしょうか。捨てるべきこと、警戒すべきことについて、また神様を愛すべきことについて詳しく教えてくださっています。神様を愛するときいただく祝福と答えについても聞いたし、体験しています。私たちはどれほどその御言葉を尊く思って聞き従おうと努力したでしょうか。結論を申しながら、ある家庭の証をお伝えします。メッセージを証を聞きながら、皆さん自分自身を悟ってみましょう。私が西オーケストラの団員にいたとき、団員を希望する中高生の何人かにビオラの指導をしました。その中で、今は音大を卒業して正団員になるために一生懸命に練習しているある姉妹の証です。この姉妹が高1の時進路を決めて、団員になりたいと、ビオラを習いたいと私のところに来ました。他の楽器もそうですが、特に弦楽器は高校生になって始めると大学進学が優しくありません。だから簡単に進めることはできませんでした。しかしこの姉妹は少し不愛想で、表現もよくできないようでも、ビオラを習いたいという意思がはっきりしています。はっきりしていました。それで一緒に頑張ってみようと言って始めました。しかしいざ始めると、すべき努力があまりにも大きいのです。高3になれば教授にレッスンも受けなければならず、それ以外の財政もたくさん必要だという現実にぶつかりました。するとこの姉妹のお父さんが納得しようとしました。とても優れた才能があるのではないし、他の道を探した方がいいと思ったのです。それである日、夜遅くまで話をしたそうです。他の道を探したらどうかなと、諦めたらどうと。その姉妹は嫌だと、ビオラがやりたいと答えました。しかし
父が財政的な負担で困っていると聞いたら申し訳ない気持ちになりました。結局数時間の話の末、それじゃ自分が心を変えるとやらないと答えました。しかしあまりにもやりたい心が大きかったので、一人で部屋に入って夜明けまで泣いたそうです。娘が諦めた後十分泣いたと知ったお父さんは、その翌日決断を下しました。一度やってみようと、お父さんが他の仕事をしてでも後押しあげようと。そのお父さんはしっかりした職場があるにもかかわらず、他の仕事をしながら娘を支援してあげました。そしてお母さんも多くの労苦を惜しまなかったのです。高3になって厳しく訓練される教授のところにやりましたが、夜12時になってひどく怒られて追い出された娘のために、その夜観阿夢まで迎えに行ったりもしました。お母さんは教区の働き人なので、使命を果たすのに忙しい中でも娘のために苦労しなければなりませんでした。深夜練習を助けるために私も練習室に行く日が何度もありました。姉妹が手術を挟む教授キャンプに参加しなければならなかった時は、手術を守るために私が土曜日の夜にお母さんと一緒に地方まで迎えに行ったりもしました。もちろん教授もこの姉妹が他の子と違って優しいと熱心に教えてくださったので、思ったより良い大学に合格できました。もちろん神様の大きい恵みでした。そのように両親の献身と助けてくれる人々の労苦がなかったなら、自分がやりたかったことはできなかったでしょう。何よりも娘のために休日まで返事をして苦労することを決めたお父さんの献身がなかったなら、この姉妹は諦めるしかなかったのです。しかし両親の献身があったとしても、子供がその恵みに報いようと熱心にしなかったなら、決して良い実を見せることはできなかったのです。この姉妹は表現力も少なく自信もあまりありませんでした。しかし習っていく過程でできなくて怒られて追い出されても諦めませんでした。少し泣いたかもしれませんが、再び活気を持ってもっと熱心に練習しました。学級する人はいちいちも練習を休んではいけません。だから手術夕方礼拝が終わった後も、体は休めたくても学級を持って夜明けまで練習しました。夏のキャンプにも学級を持っていて、日程が終わって家族や友達は恵みあふれる話をしながら幸せな時間を送るとき、この姉妹は一人で練習しなければなりませんでした。表現力が少ない自分の性格まで直していきました。今もどんなに信仰の告白を美しくしているのか、この前西オーケストラの盛大のオーディションを受けましたが、今回は落ちました。ところが私にはにっこり笑いながら、一生懸命練習して早く盛大になりますと言うのでした。それで私は落ちたことも知りませんでした。後で知ってもっと感心しました。愛する生徒の皆さん、牧者は私たちのために献身してくださいました。愛する生徒の皆さんのために献身してくださいました。私たちができないことをできるように、夢見ることもできなかった新しいエルサレムに行けるように、すべてを渡してくださり、 99% の講義を満たしてくださいました。しかし自分がすべき 1% を満たさなければ実を結ぶことはできません。 1% だけ満たせばいいと言うから、これからは罪の隔てを壁を壊すために心を砕いて罪を告白しなくてもいいという意味ではありません。善を積むために献身する苦労が少なくてもいいということでもありません。親の献身を悟ったので、さらに親を愛して報いようと睡眠を減らして自分の性格まで変えながら一生懸命努力して良い身を見せようとした姉妹のように、指摘されて追い出されて、それ追い出されてもさらに熱心に一生懸命に練習したこの姉妹のように、私たちも 1% を 100% を満たす心で走っていかなければなりません。答えと祝福を与えることを望んでおられる父が、祝福を受けなさいと言われたのではなく、私たちの罪の壁を壊しなさいと心を探ってみなさいと言われました。来週になると牧者が来られます。
答えと祝福の道、新しいエルサレムへ行く道をまた教えてくださるでしょう。その切なる牧者の愛、その心を悟って、万民賛美永遠のところの歌詞のように牧者の教え、その愛の言葉を心に刻んで行いますよう、主の御名によって祈ります。メッセージを思いながらご一緒に祈ります。愛の父なる神様、私たちに答えと祝福を与えようとする神様です。神様の愛を教えてくださる前にまでに、牧者はこのたとえ御言葉を解き明かして私たちに伝えてくださっただけでなく、悔い改めさせ、また講義を満たしてくださいました。次し御言葉を心に刻んで悔い改めて、牧者の愛を悟って、諦めないで一生懸命走って言っているのか、自分自身の心を顧みるようにしてくださったので、神様の心を悟って、神様との隔ての壁、罪の隔ての壁を壊していく私たちになりますように感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。親の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈り受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN の放送とインターネットと映像で祈り受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など、声の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、すべての病気、病菌菌、患いを下がれ、光を望め、口の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、チューブ、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、心血など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えるように、耳もよく聞こえるようにしてくださいますように。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言え、自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてくださいますように。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの御名によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、傷の全ての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、1週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、全ての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。
神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。